はい、ご飯作ります。今日ペッパーチャーハンを作ります。ペッパーランチのチャーハンバージョンでして、材料さえあれば作れます。まあ料理ですからね、さっと作れるのでおすすめです。自宅で作るので材料はおのおの好きなトッピングで、本質は崩さぬようにお作りください。お米は気持ち少なめ、水少なめで作っていきましょう。美味しく仕上がるのでしょうか。それではご視聴よろしくお願いします。
ペッパーチャーハンの完成です。非常に美味しく仕上がりました。これうまいですね。かなりうまいです。久しぶりにペッパーランチっぽい味付けというか、結構前だったんですけど食べたの、思い出しましたね。もしかしたらこれリピートするやつかもしれません。今回みたいにめっちゃカロリー感じるタイプではなく、もう少し一歩引いた感じのカロリー感のトッピングだったりとかだと、1週間のうち1回か2回ぐらいはもうこのレシピでもいいのかなって思いましたね。チャーハンでいいんじゃないのって方もいらっしゃると思うんですけど、チャーハンだと具材から水分出たりとか、全部の具材を一つにするっていうのがチャーハンなんですけど、まあ味単調になるかなっていう場合、まあデメリットでもあるので、まあ、今回のようにトッピング方式って言えばいいんですかね、まあこう添える形ですね、プレートみたいな感じなんで、まあ、いろんな楽しみ方ができるのがこのレシピのポイントだと思います。まあ、チャーハンはチャーハンで美味しいというか、ご飯に味がつくというか、なんて言えばいいんだろう、まあ、チャーハンですよね。チャーハンみんな好きだと思うんですけど、まあ、チャーハンはチャーハンで作ります。はい、チャーシューとかあったらチャーハンかなみたいなとか、まあ、その時の気分で作り分けてください。まあ、今回のもチャーハンではあるんですけどね、まあ、別の料理、まあ、ビビンバとかそっちに近いかもしれないですね。なんか説明難しいんですけど、こう混ぜながら、こう具材と混ぜながら食べる感じです。チャーハンとしても美味しいんですけどね。ベースのチャーハンは焼肉のタレで味付けしましたが、初めてチャーハン焼肉のタレで作りましたけど、とても相性いいなって思いました。これは味付け変えずにトッピングで味を変えるっていう感じがいいのかもしれません。まあそんな感じですかね。牛肉も美味しいんですけど、まあ、豚肉でもいいですし、ひき肉にしてもいいかなみたいな。ひき肉のチャーハンとかでもいいのかな。ひき肉炒めたやつをこう添える、別で添えるみたいな感じでもいいと思いました。まあ、いろいろ材料を変えたら、いいと思いますね。ひき肉とトウモロコシとか結構いいかなとか今思いました。はい、美味しかったです。以上です。ごちそうさまでした。よろしければグッドボタンとチャンネル登録の方お願いします。それとメインチャンネルウォッチメン TV の方もよろしくお願いします。それではまた。